皆さんこんこにちははあやです、はい、えー、と今日はですねこんなところからお送りしておりますが何かと申しますと,、えー、と2017年「マイシネマランキング、えー、とベスト10ワースト5」ご紹介させていただいたのですがせっかくなので私全部にランキングつけるのでそれを全部発表しようかなと思ってちょっと作っております。でですね200何本も印刷できねえと思って。 もう口頭でバババッとお伝えする形式にしようかなと思っております。ちなみに、バスローブ着てますが、私ふ、ふ段ん着てます。ね、アメリカかぶれてますね。アメリカのね、えっ、ー、と、大学生は、寮に入ると男女同じ寮なので、お風呂に行くとき、みんなバスローブ着てますね。はい。<laughs> というわけでですね、えっ、ー、と、200ちょっと、もう何位か分かんなくなってますね。今ちょっと1回取ったんですけどね。 カメラ倒ししちゃってて失敗して <laughs> テイク2なので <laughs> 頑張っていいいきたいと思います、はい、ではですねえっ、ー、とベスト10上から発表していきますねベスト10まではご紹介した通り1位あの人に会えるまで2位午後8時の訪問者3位ドクターナルアニマルズ4位私はダニエル・ブレイク5位奥じャ6位メッド柄ドレスをまとった美術館7位スノーデン8位ラビング・アイという名前の2人 9位アナベル資料人形の誕生10位ベイビードライバーここまではお伝えしてますねではここからと、ね、もう本当にねサ作を全然踏まなくなって良作ばかりというねところがあるので本当に40位とかいやもっと80位ぐらいまでは大好きぐらいの映画がたくさんあるのでご紹介したいと思います皆さんにぜひ見ていただきたい映画もっといっぱいありますはいでは行きたいと思いますはい 11位、ギフテッド12位、そんな君に恋してるこれはソフトスルーですね13位、ベイウォッチもうこれ大好きすぎてカレンダー買おうかと思った14位、ライオン25年目のただいまこれ、上半期ベストワンですね15位、素晴らしき映画音楽たち16位、ドクター・ストレンジ17位、ドラゴン・マッハ18位、大人の事情19位、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム2 20位「ありがとうトニー・エルドマン」21位「ドリーム」私アカデミー賞こっちの方がいいんじゃないかなと思ってます22位「アンドミセススパイ」23位「ギフト僕が君に残せるもの」24位「疾風スプリンター」25位「ライフ」26位「プサン行き」27位「アトミック・ブロンド」28位「スイス・アーミーマン」29位「善悪の刃」 30位ワンダーウーマン31位マスター32位人生フルーツ33位雨の日は会えない晴れた日は君を想う34位グリーンルーム35位始まりへの旅36位ダーティーグランパ37位白装リッジ38位イップマン継承これ3位かな39位イローガンラッキー40位イとそれが見えたら終わり 41位 T2 トレインスポッティング42位ネイバーズ243位ル x 再起動44位ララランド45位散歩する侵略者46位マイティーソーバトルロイヤル47位5時から7時の恋人関係48位否定と肯定49位パーソナルショッパー50位エイミーエイミーエイミー こじらせシングルライフの抜け出し方これトレインレックですねで51位「エル」52位「戦場のメロディー」53位「バッドガイズ」54位「ストロングマン最低男の男気大決戦」55位「3度目の殺人」56位「国五57位「シンクロナイズドモンスター」58位「22年目の告白私が殺人犯」です これはの韓国映画「殺人の告白」のリメイクですねイレ江ユ監督。59位「スパイダーマンホームカミング」これね韓国で見た時にあのー、クレジットの前を見れなかったので意味何であんな恨んでるか意味分かんなかったんですけどそれの問題結構大きかったっていう言語よりもはい60位「マンチェスター・バイ・ザ・シー」61位「メッセージ」62位「 パージ、大統領令63位ブレードランナー204964位ファウンダーハンバーガー帝国の秘密65位残像アンジェワイダー遺作ですね66位ムーンライト67位愛を歌う花68位スプリット69位ビリー・リンの永遠の一日70位僕は明日、昨日の君とデートする 71位「夜明けの祈り」72位「トンネル闇に閉ざされた男」73位「ハーフネルソン」74位「ジョイ」「まさかこれスルーするなんて、ね」75位「春の夢」76位「マリアンヌ」77位「フリーファイヤー」78位「ウィジャービギニング呪い遅い殺す80位「 あごめんなさい79位、久保、日本の弦の秘密80位、俺たちポップスター81位、キング・オブ・サマーこれは、えっ、ー、と、キング・コング・クリスタル・スカルの王国の監督のかなり初期の作品ですねただ、今年ちょっとスクリーンにかかったので新作と数えております82位、エンドレス・ポエトリー83位、ザ・コンサルタント84位、セールスマン85位、女神の見えざる手 これヨーロッパコープっていうねクレジットを最初に出すのは良くないと本当に思いますねあのなめるからそんなヨーロッパコープの内容じゃないうんでここまでが結構かなり好きですねでここあまこの下もかな86位ラ,ラ・ベア・マッチョにこうしてこれもやっぱりちょっと愛があるのでジョーマン・ガニエロが撮ったあのストリッパー男性ストリッパーのドキュメンタリー愛があるので好きですね で87位、グッコー688位、チアダン女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話89位、ソーセージパーティーこれねえっと2016年にかかってたと思うんですけども京都にはですね2017年に来ましたえっとスプリングブレイカーズとソーセージパーティーエリバニー・ウンツサムこの3本立てで南海館でオールナイトをやったんですねなので 京都で初めて語ったのが2017年なので、2017年新作としております。90位、ウーナ。13歳の欲童。91位、マギーズプラン。幸せな後始末。92位、ウォードックス。93位、メリッサ・マッカーシー・イン・ザ・ボス。世界で一番お金が好き。この辺からちょっとあれになってくるかな。9位、言いたいことが好きだけど言いたいことがある。 94位、あなた、そこにいてくれますか ?95 位、密偵。96位、ウィンターストーム、雪山の悪夢。これね、ソフトスルーなんですけど、かなり何年も前の。えっと、トム・ホランド君が出てるので、多分あのスパイダーマントム・ホンん効果で、多分ソフトスルーされたんだと思います。87位、お嬢さん。とパクシャのんアガシですね。88位、ドントブリーズ。 これね、2016年末公開だったと思うんですけども2016年末はね,ですね、満席で見れなくて <laughs> 2017年に私が見たので2017年と数えております100位ナイスガイズそうですあ、ごめんなさい99位ナイスガイズそうです私はナイスガイズよりバッドガイズ派です100位クリミナルふれ2人の記憶を持つ男101位汚れたミルクあるセールスマンの告発102位 ロールズこれはもう音楽が好きでサントラも即買いですね103位「エンド・オブ・トンネル」104位「クインキング・コング」「ドクロットの巨神 <laughs> ごめんなさいちょっと疲れてきた104位までいったか105位「3月のライオン」「前後編」これは一緒に見ました続けて106位「アッシュラ」107位「ハイヒールを履いた女」 108位カフェソサエティ109位誰のせいでもない110位空と風と星の詩人ユン・ドンジュの生涯11位ナーブ世界で一番危険なゲームかなり昔な感じするけど2017年なんだ112位クレイジーパーティー113位オリエント急行殺人事件114位光をくれた人高校からも結構やばいですねでも光をくれた人 オファスとアリシアビカンダーちゃんが結婚したのが2017年でしたね。おめでとうございます。オファスを射止めたのはもうアリシアビカンダーちゃんで、もう大成功ですね。いいカップル。えっ、ー、と、115位、ジーサンズ、初めての強盗。116位、ニオンデーモン。117位、ゴースト・イン・ザ・シェル。ゴースト・イン・ザ・シェル。ゴースト・イン・ザ・シェル。118位、私の少女時代、アワー・タイム。 119位、バイバイマン。120位、イーグルジャンプ。この監督ね、サンシャインっていうすげえダサ作を取ってるので、このイーグルジャンプを見るのもかなり悩んだんですけど、そうじゃないよっていう友達の推しで見たら結構面白かった。121位、スキップトレース。122位、白い闇の女。123位、王様のためのホログラム。124位、マグニフィセントセブン。125位、奇跡、あの日のそびと。126位、 あの日、兄貴が灯した光127位、特別捜査、ある死刑囚の同百128位、マザーズ・デー129位、ソウルステーション・パンデミック130位、シングこれね、ちょっとシングずーっとピアのおかげで割り食ったかなって感じです配給が変わってあ、ごめんなさい、これ全然違う話だ、忘れてください。トロールズ の方と勘違いしましまたトロールズが配給が変わったのでドリームワックスがまあまあちょっと劇場でかかるかなっていう話をちょっと寝具と混後しちゃいましたごめんなさいで寝具が割り送ったのは何だっけな何かと比べて割り食ったなと思ったんですよねなんだっけな何だっけ 音楽映画、アニメ。あ、やっぱりトロール、トロールズと比べて。いや、なんか別だった。まあいいや。はい、えっ、ー、と、いきます。131、イレブンミニッツ。これね、2016年に皆さん見たと思うんですけども、京都に来たのが2017年でした。おっせえよ。132、キム・ソルダン、タイガーを撃った詐欺師たち。133、サスペクツ・ダイアリー、すり替えられた記憶。これ、フランク案件ですね。134位、奇境、奇犯。えっ、ー、と、これもね、えっ、ー、と、 一般公開はなかったのかなあの慰安婦を扱った韓国映画なんですけども企画上映会かどこかで見ましたえっ、ー、と135位「未来を花束にして微笑案件」ですね136位「デッド・フレンド・リクエスト」137位「エゴン・シーレ」「死と乙女」138位「男と女」139位「フォー・ヒルン」「呪縛官」140位「シリアの恋」 141位、女は冷たい嘘をつく。142位、美女と野獣。143位、ジェーン・ドゥの解剖。144位、クローズド・バル、街角の狙撃手と8人の標的。145位、アーコーヤ。これ、前後編ですね。146位、バッカス・レディ。タイトルは最高なのにな。これ、タイトル考えた人、本当天才だと思います。147位、 えとね、これ追婚日記結婚瞑想記ゴーラーラーゴー上海か台湾の絵が上海ですねはいえー、と148位インビテーション不吉な招待状149位ザシェフ悪魔のレシピ150位パターソン2017年に見た映画出て、ね、このパターソンの奥さんっていうのがねかなりあの1位ぐらいに特殊なキャラクターだと思いますね151位 君と152位ボブという名の猫幸せなハイタッチ153位沈黙サイレンス154位スイートセブンティーモンスターここから下結構あれになってきますよ155位隠された時間156位ザネット網にとらわれた男157位 20th century ウーマン 158位、ライクアキラー、妻を殺したかった男。159位、えーと、バラの秘密。あ、トゲの秘密バラの秘密どっちかだね。ごめんなさい。160位、ゲットアウト。皆さんね、これ、かなり評価してる方多いと思うんですけど、私はそんなに響かなかったんです。161位、ローグワン、スターウォーズストーリー。これもね、あの私、あまりスターウォーズ見ないので、ドニー・イエンが出てるから見たってだけで。 ドニー・ウィンが出てるから見たけどもドニーンへの出番が少なかったっていうで162二フィスティシェイズ・ダーカーなんだかんだ見ました163位フェイスね上演女優賞まで取ってねすごい速さの DVD スルーでしたねはい164位キング・オブ・プリズムプライド・ザ・ヒーローキンプリの2ですねあの応援女へ行ってきました165位バッドママ166位マイ・ベスト・フレンド167位 もっと猟奇的な彼女位ストーーンウォールこの辺結構厳しいですねほんと厳しい169位ゲット・アジョブ170位キング・オブ・デボラ・ローガン171位パトリオット・デイ172位アリー・キャット173位ダン・ケルク174位ピート・ジェイケイ175位ルシッド・ドリーム 176位、少女は悪魔を待ちわびて、177位、ホワイトラバーズ、ああ、この辺からかなり厳しい、178位、全員死刑、179位、昼寝姫、知らない私の物語、180位、バーフブリ、伝説誕生、これバーフブリ1ですね、181位、ミラーズ、ジュオン鏡、182位、殺戮に至る山岳。 183位、184位,18位、リライフ。1 8三位、リライフ。184位、リチャードの秘密。これもかなり前の作品ですね。185位、第3の愛。186位、歌川子宮。 戦い187位ニュートン・ナイト自由の旗を掲げた男188位教軍様あなたのために映画を撮ります189位パッセンジャー190位スリープ・ウィズ・ヴァンパイアこれもフランク案件ですね191位選挙の勝ち方を教えます192位子供使い193位アイアン・マイケル194位マイケルに何が起こったのかこのマイケル2つはネットフリックスですね 195位パーフェクトプロファイラー命がけの恋愛196位エルミタージュの秘密これぶっちゃけ出てましたあ197位チョキ198位ポゼッションエクスペリメント199位たかが世界の終わり結構嫌いですね、えー、と200位犯罪の女王201位ハットンガーテンジョブ202位 魔法使いの夢星人前中後編。これ3本あったんですけど一緒にしました。で203位マッドドライバーでワースト3ですね。204位ボンボヤージュ家族旅行は大暴走。えっと、205位海辺の生徒し。206位殺人の才能。207位奴隷,し奴隷の島消えた人々。208位夜は短しい歩きを乙女。はい208本でしたね結局多分あ漏れてなければ。 な感じですね結構ソフトスルー多かったかなと思いますね。で、えー、とランク外ですね、えー、と映画祭ですとか海外鑑賞で除外しているのが、えー、とアジア映画祭で見た「夏の夜ピンパン」えーと「77回彼氏を許す」「目視録の子」「息切れの恋人たち」ですねあとはあのドイツ版ブルーレイの「ワイヒム」えーと「韓国で見たパクヨル」ですねあと「親友映画祭で国村を2回見ました」とかそういう感じですかね。 はいなんとか二十分以内に全部言えたありがとうございますぜひこれ参考になったらいいですねはいこんな感じでお届けしました最後まで見ていただいて本当にありがとうございますすごい息切れボールルームへようこそ 映画紹介へようこそ皆さん最後まで我慢いただきましたありがとうございました。バイバーイイ